えどうもみなさん、こんにちは。えー、久々のヨネちゃんです。えー、<laughs> これ何っていう感じなんですけど、今日ハロウィンでね、えー、こんな仮装しましたので、まあ、今日はやっぱりハロウィンバージョンということで、この学校でヨネちゃん撮らせていただきたいと思います。ただま、内容はね、あの、極めて真面目なので、あの、特にあの、格好は格好ということで、あの、流してください。はい、じゃあ、こちら。今日の話題、これはですね、話法務大臣闇ゴルフ問題と、違法寄付疑惑と、 いうのをやらせていただきます。これ、あの、私の法務委員会の質問を聞いてくださった方は、聞いたり見たりしてくださったかもしれないんですけど、はい。こんなね、ことを取り上げさせていただきました。花橋法務大臣え。何をしたかというと、はい、こちらです。え会費12000円。で、これはゴルフ大会あの、ゴルフ大会ですから、ゴルフ代自体が1万円で、会費が2000円なんですけれども、 この、あの、話、講演会、主催のゴルフ大会で自転車屋55インチテレビ。これこれね、あの、私、アマゾンで調べましたけれども、5万円から12万円するんですが、そういった超高額商品が出されていた。いうことなんですね。で、これ、あの、新庁舎で、あの、報道されました。で、はい。こんなね、高額商品すごいですね。ずらっと並んで高額商品あります。で、はい。で、のちゃんとね、あの、話、講演会、ゴルフ大会書いてあるわけですよ。で、ね、話した大臣ね、あの、ちゃんと自分乾杯しとるわけです。 ねあの、こんな、はい。まあ、こんなね、はい。まあ、ビラと言いますかで、あの、募られてるわけです。で、これ、あの、広く募ってるわけですよ。あの、募集してるというか、募集してるゃは絶対募ってないとか言い訳は聞かなくて、あの、募集してるわけです。で、これちゃんとね、見ていただけますとわかるんですけれども、話講演会ゴルフ大会って書いてあって、ここ。はい、ここね、見てください。主催、話あ日ひろ演会って書いてあるわけです。 で、これね、え、これ結構もう思いっきり、公職選挙法199条の5に反するんじゃないんですかってことで、こちら。はい、私ね、衆議院の予算委員会で質問させていただきました。で、はい、こちら見てください。はい。こちらね、公職選挙法第199条の5というのはございまして、第1項、政党その他の団体またはその支部で、 特定の公職の候補者、もしくは公職の候補者となろうとする者の政治上の主義もしくは施策を支持し、または特定の公職の候補者もしくは公職の候補者となろうとする者を推薦し、もしくは支持することがその政治活動のしたる、うちしたるものである者、以下講演団体という、まあ、いわゆる講演会ということですよねで。講演会は当該選挙区内にある者に対しいかなる名義を持ってするを問わず寄付をしてはならない。 ね、書いてあるわけです。第2項。何人も講演団体の総会その他の集会、または講演団体が行う見学旅行その他の行事において、第4項各悟の区分による当該選挙ごとに、一定期間、当該選挙区内にあるものに対し共応接待をし、または金銭もしくは記念品その他の物品を供与してはならない。書いてあるわけですよ。え、あるでしょってね、ダメじゃない。ね、思いっきり今までね、先ほどこう示したの、思いっきりこれ反してません で、この199度の子に話してませんかって聞いたわけです。そしたら話したらいなんと答えたか、こう答えました。すごいっすよ、これ。この、ね、先ほどありました。これね、はい。この、話しや主催。主催ね、話しや講演会って書いてあるんですけれども、はい。で、なんと、はい。この主催話しや講演会は5期。5期ですよ。 書き間違いすごいでしょで、本当の主催は、話やすひろ講演会ではなく、アドホック。アドホックってなかなかね、あんまり聞かない言葉ですけど、まあ、後付けでってことですね。アドホックに、ゴルフ好きの会員で組織された、話講演会、実行委員会だと。ええー、話やすひろ講演会じゃないんだ。話やすひろ講演会と全く無関係に、 しかも、安広つかないですよ。今度な、話安広つかない。話講演会、ゴルフ大会実行委員会ね。ごめんなさい。ゴルフ大会見けました。ゴルフ大会実行委員会が組織されたと。ねそしてそこで、その人たちが景品を、あの、任意に集めて提供したものだと。だから、話安広講演会も、話法務大臣も全く関係ないんだだから、199条の5には定職しないんだ ねえ、私でちょっと聞いたわけです。いさ、そのね、実行委員会のメンバーはどういうメンバーなんですかって聞きました。ねえ、そうしたら、実行委員会のメンバーは、地域の講演会長が実行委員会の委員長ですと。はそして実行委員会はみんなのほとんどは講演会の委員ですと。答えられたわけです。でねえ、私聞きましたよ。え、それ脱法行為でしょでも、本当にそれがそれでいいんだったら、私もそれしますけどいいんですかね なんならうちね、あの、うちの講演会の人、焼肉好きな人多いんで、焼肉好きの人が、あの、じ焼肉大会、実行委員会って作ってね、で、一応私とそのうちの母で別の人格だし、別のね、私うちの肉屋さんには特段今パッチしてないんで、そこからじゃあ、肉を提供してもらってね、焼肉大会していいんですかって答えたら、いや、それはあの、一体として見られるからダメですかじゃあ、じゃ一体じゃなくていいです。な、ま、ん、あ、ならうちのじ、あの、や、うちのね、実家じゃなくていいから。 その辺のお肉屋さんからお肉の提供を受けて、それ出していいんですかねって言ったら、なんと、なんと答えは、一般論として問題ない。法務大臣がこのやり方を認めたわけですよ。な、もう、公職選挙法199条の5というね、規定がちゃんとあるのに、なんと法務大臣が自ら、これ講演会の人が、何々大会実行委員会って作って、 な、なんなら地区のね、公園会長とか、そのもう実行委員会の委員長になって、作って、独自に、景品の提供ってそれ出したらそれいいんだそうです。だ、独自ってね。だって普通、ね、例えばね、ゴルフ好きが集まってゴルフ大会するのに、商品なんか提供してくれますくれっこないでしょそれ、話法務大臣のね、 もう有力者である花市法務大臣の後演会の人たちが集めたからそれは提供してくれるわけですよ。それが何かの役に立つから。やがてはそれがね、何かこう、自分たちの利益になるから。で、そういうことをしておいて、いや、関係ありません。いや、なんなら米山さんもしていいですよ。これ、法務大臣が言ってるんですよ。いや、ちょっとね、耳を疑いましたね。花市法務大臣。 ねえ、これはちょっと、質問時間でね、45分っていう、限りがあるので、まあ、これで終わりにしましたけど、ちょっとこれこのままにはできないですよね。いや、本当にそうだって言うんだったら、もう、いや、もう、法務大臣がそう言うんだったら、もう、あの、本当にそうなんですね。で、そうでないんだったら、それはちょっと、辞任していただきたいんですけど、っていうことをね、やらせていただきたいと思います。ということで、はい。To be continued. んで、あの、この問題は引き続き法務委員会でちょっとね、追及させていただければと思います。ということで、まあ、あの、ね <laughs>、ちょっと短いトピックでしたけれども、まあ、法務委員会頑張ってますので、引き続きちょっと法務委員会なんかもね、あの、インターネット中継されてますので、お聞きいただければと思います。それではヨネちゃんどうもご視聴ありがとうございました。また今後のヨネちゃんへの登録よろしくお願いいたします。